弁慶記第23話でございます。今日も一席お付き合いをお願いいたします。さて今日の話は東国からやってきた源義経対都の木曽義仲の軍勢の戦い。国語の教科書でこの話は読んだという方もいらっしゃるのではないでしょうか。今日のお話は宇治川の先陣争いでございます。弁慶記。時は1184年1月の20日早朝、京都の南宇治川が木曽義仲軍の防衛線。宇治川に架かる橋は板を引かれ、真冬の冷たい川底を渡るしかない朝っぱら。水の底には杭打たれ、綱が張られて障害だらけ。綱には尖った木の枝が無数につながれ、行く手を阻む。四方の山々、昔ながらの雪も溶け、谷の氷は打ち解けて、水かさにはかに増している。白波おびただしくみなぎり落ち、狭倉大いに高鳴って、さかばく水の早いのなんの、川切深く立ち込めて、嵐ならぬ戦の前の一瞬の静寂。宇治川の東の河原に押し寄せたる義経の軍勢1000騎、そして30メートルほど離れた宇治川の西の河原には木曽義仲の軍勢が300騎ほど待ち構えている。しかし見たところ木曽義仲の姿はありません。木曽の軍勢は川向こうだ。水が引くのを待つか別の道を行くか、意見のある者はいるか。これはもちろん義経から鎌倉武士への度胸試し。弁慶大弓にかぶらやつがえ、キリキリキリってよピーター。宇治川渡るぞー。おー、真っ先に馬をかけたのは鎌倉武士の鏡と戦い、畠山庄司次郎重忠。畠山重忠、セブミつかまつる。川岸の様子を見れば敵陣に真っ先に乗り込まんと宇治川に馬を乗り入れる武者が2人。先陣はこの梶原源太景末がスルスニとともに。何の、畠四郎高綱が先陣を池月とともに。白波立てて梶原佐々木、花を競って一歩を譲らぬ馬さばき。木曽陣営から放たれる弓矢の嵐も何のその。花を並べて横一列に見事な名馬二頭の姿。二頭連なる唐獅子がボタンに来る風情にて、波間に高くまた低く押し切り押し切り進みゆく。中乗せ渡るその時に佐々木高綱梶原に。梶原殿、馬の腹帯が緩んでおりますぞ。かたじけない。梶原ザブンと馬から降りて、川の流れも何のその。名馬する墨の腹帯を固く締め直す。そのうちに佐々木四郎高綱は梶原を二馬身リード。お次は梶原から佐々木に。佐々木殿、そこから先の川底は大小無数の綱でできたる雲の糸、乱食いもあるぞ。油断をするな。助言ありがたし。池月の足に怪我があっては一大事。武勇の誉れ名高い佐々木、馬の上から器用にも太刀引き抜いて川底の無数に張られた大綱をぶつりぶつりと切ってゆく。そのうちに梶原のりたるするすみは宇治川の急流に当てられて、進む行き先斜め斜めに曲がりたり。一方佐々木の池月は宇治川の急流にも負けず、バシャリバシャリバカラバカラ、バシャリバシャリバカラバカラ、毎日文字に向こう岸へとたどり着く。佐々木、あぶみを踏ん張って立ち上がり大吟醸をあげた。敵も味方もよーく聞け。今日宇治川の一番乗りを務めたるは、源氏にこの者ありと知られる佐々木四郎左衛門の城高綱。見事な名乗りに手綱さばき。これには敵も味方もなく、源氏の軍勢木曽軍勢やんややんやと林立てたり。佐々木川下の方に目をやれば、梶原笑顔で岸に上がり、こちらも大音情をあげた。2番に続くは
梶原玄太影継。佐々木、その姿を見て梶原はわざと勝ちを自分に譲ったことを確信した。頼朝から名馬を賜った梶原と違い、佐々木の池月は盗んだ名馬、俺が敗れて切腹となることを惜しんで勝ちを譲った梶原に感謝の念は尽きがたく、思わず梶原に頭を下げた。勝つことのみが人の道にあらず、負けることもまた立派な武士の道であります。さあ、ここからは軍勢同士の衝突だ。佐々木、梶原の後に続き弁慶を先頭に義経軍が次々と川を渡ってくる。佐々木、梶原に続くぞ。時の声上げ義経の千人からなる少数精鋭、各自持ちたる大弓を満月のごとく引き絞る300ほどの木曽義仲の軍勢に、今度は弓矢の雨あられ。佐藤継信の怖い弓が鎧ごと相手を撃ち抜いたぞ。弓矢をかわして佐藤忠信、人馬一体敵陣に突撃。基礎軍勢の騎馬武者に馬当て押して、敵方の体を崩せば兄継信に。兄だ、今だ。佐藤忠信が騎馬武者を制したぞ。弓の扱いは兄継信に、馬の扱いは弟忠信に習え。やっちまえ。岸から進まず鼓舞の恩情を繰り返す伊勢三郎に向かって、義経。貴様は敵陣に入らんのか。俺の武器はこの口なんで。それに何より俺の分の戦働きは弁慶がしてくれてるんでね。弁慶の戦働きといったら、水を得た魚のごとし、上昇気流に身を踊らせる高き龍のごとし。右に左に木曽侍をちぎっては投げ、ちぎっては投げ、なぎなた振れば大鎧をものともせず切り裂き、太刀を振り下ろせば大兜ごと、相手の土玉をかち割り氷。おのれ。弁慶に向かって目の前から3人の男が飛びかかってくる。そこにカウンターになる形で弁慶右手をまっすぐ横に伸ばして前へ突撃。男たちの首元に弁慶の丸太のような腕がしたたかに打ち付けられ、3人は意識を飛ばしながら地面に倒れ込んだ。宇治の河原の合戦は、義経率いる絡めての圧倒圧勝、完勝、大勝。九郎様、大方片付いた。よし、ここからは時間との勝負だ。木曽義仲に先立って後白河を確保するぞ。馬に自信のある者は前に出ろ。俺は後ろからゆっくり行きます。貴様も来い。いやいや、源義経、絡めての中でもさらに少数精鋭を10機ほど従えて、目と鼻の先の都に向かう。その中には武蔵坊弁慶の姿あり。なんだ、やはり胸騒ぎが止まらん。後白河のいる院の御所、六条殿に向かうぞ。さあ、こっからは後白河法皇を確保するため、弁慶いよいよ10年ぶりの都入りというところで、今日のところは読み納めでございます。